足足で登場してまいりました。このフジテレビの全日本女子プロレス中継では初めて女子会します。アメリカのマックルスイーンテリーパワーレスこの筋力をご覧ください。 ゆっくりと今大田区体育館の中をぐるっと見渡して、そして中飛び込んでいった井上京子。今日も黄色と赤のテープが巻き込まれています。井上京子とテリーパワーでありますが、このテレビでは初めてご紹介します。アメリカからやってきたマッスルクイーン、見事にビルドアップされました。 このテリーパワーのこの上半身、筋肉をご覧いただきましょう。なかなかこの阿部さん、見事に鍛えられた体をしてますね。本当、力だけっていうのは本当すごいですからね、この選手は。いろいろ課題はね、これからあるでしょうけれども、あの体を見ただけで相当なパワーを持ってるなというのはね、分かりますね。そうですよね。そして早くももう井上京子が始めてますね、何やら。 早くもこの館内の雰囲気を自分流に今塗り替えていこうという、そういう感じであります。アスカ、こういうところが上手いんだよね、この人はね。もう役者ですよね。役者ですからね。<笑>あっという間にこの井上京子のいわゆる戦いやすい雰囲気になるわけでありますが、さあ、ゴングが鳴りました。テリーパワーが一体どんなこの試合を初めてのテレビ中継で見せてくれるでありましょうか。早くも京子コールが起こっています。 手拍子と、そして京子コール、巧みやった、パワー対決。すごい筋肉ですね。往年のライオネスアスカみたいですよね。なるほど。フォローすることは失ってしまいましたが、前、有効エリカですか。古いですね。古いですか、ちょっと。古いですね、言いましたね。いましたよね。 あの有効エリカはもう相当な筋肉でしたけれどもね。でもテリーパワーの方が柔らかそうっていうか、弾力性のある筋肉っぽいですよね。レスリングに向いてそうなね、筋肉ですね。さあ、ちょっとこれ力で組み合ってはちょっと井上京子は、さあ、この力と力の対戦はどうか。 リング上の中央に大立ち。さあ、1回やり過ごして、もう1回、今度は飛んで、どうする。もう1回馬跳びで、さあ、足を掴んだ、サボか。このテリーパワーというのは、87年と88年ですから、もう5年前と4年前になりますけども、ノースウエスト、アメリカのノースウエストの、いわゆるボディービルディングのチャンピオン、ということでありまして、 そしてこの88年には全米でも3位になったという、このいわゆる筋肉組の持ち主だったわけでありまして、それからアメリカでも有名なレイガンス道場という、ブラッド・レイガンスという、レスラーがね、ここにいましたけれども、彼の道場で鍛えて、そして90年に向こうの、LPWA ですか。 そちらの団体の方でプロ入り、90年、91年、92年、今年は3年目というね、まだキャリアというわけでありまして、そしてその3年目、今年の2月、見事にこの LPWA のチャンピオンとなりました。それからこの戦いの場を求めて、日本にやってきたわけであります。ちゃんとした試合ができるのは、この日本のマットだけだろうという阿部さんね、本人が言って、この日本へ行きたいというふうに言った方なんですけどもね。
かなり長期滞在になりそうですが、どうですか、この人の動きを見て、そして体を見て、日本のマットでどうでしょう、やっていけますかね。そうですね、まあ、デビーマレンコもそうでしたし、はい、まあ、昔のメドーサですか、はい、みんなのやっぱりいるうちにこう上手くなるんですよ ね、 そうですね、慣れてね。テリーパワーは現在27歳、年齢的にはかなり遅めのデビューでありましたが、今年3年目、アメリカでは5時間のトレーニング。あーっと戻ってきた、あーそしてそのまま、あーこれは驚きましたね。そのまま落ちるのかと思いましたが、何か逆上がりのような形でもう一回体が戻りまして、そして頭を掴んでそのままロープ最上段から井上京子を投げ飛ばしました。なるほどね、確かにこの腹筋力と足の力を持ってすれば、阿部さん、ああいった技も可能なんですね。そうですよね、まあ、ちょっと日本の選手は考えつかないですね。考えつかないですよね、ちょっと井上京子も油断した部分があったみたいですね、まさかあんな体勢から足が伸びてくるとは思わなかったでしょう井上。さあバックを取ってフルネルソンに決めますが、何を見せるか、軽々ですね、今度は逆にフルネルソン、さあ今度は抜けた、外された、ラリアート、今度は村井さんを捉えました。今回の日本遠征でね、いろんなことを日本の例えばスピードとか、技の使い方とかを覚えていければすごくもういいレースはないんじゃないですかね。そうですね、三宅さん、はい、やっぱりすごく上昇志向が強くてですね、デビーマレンコが日本で非常に日本のレスリングに慣れて、いい味出してますよね、はい、そのねデビーをなんかこう姉御肌というか、従えるような形でいろいろね吸収してるような感じですよ。なるほど、早く日本のレスリングに慣れてね、はい、最高峰を極めたいというふうに言ってました。デビーマレンコも今まで楽しそうでしたがね、話し合いさんもできたし、お互いにとっていいかもしれませんね、はい、さあこの間に今叩きつけられましたが、阿部さんちょうど目の前でしたけれども、かなり大きな音がしましたねこれね。そうですね、バット効いてないですからね、バット効いてないですからね、であの力ですからね、あーちょっと今日はやりにくい、そんな感じであります。井上京子いつもの元気な、あっと飛びつていくそうでありますが、ここはあっと、なんだなんだなんだ、今のは今いきなり伊藤薫が井上京子の後ろ、さあセカンドラウンド、あっと飛んだ、放送席の目の前、さあちょっと今目の前で信じられないことが展開されましたが、あーやはりジャングルジャック阿部さん、ということなんでしょうかね。そうですね、三宅さん、今はですね、ジャングルジャックの方に加入しているような形で、やっぱりジャングルジャックなんですね、アジャがよく面倒見てるそうなんですよ。あーなるほど、レスリングスタイルなんかでも、アジャにいろいろ教えを請うところが多いみたいですね。なるほどね、はい、しかし今ね伊藤薫に今頭を掴んだ瞬間に、なんだよという感じのね大きな声を上げました。井上京子、思いもいらないところに敵がいたという感じであります。青コーナーに伊藤薫、そしてデビー・マレンコがじっと下の方から戦況を見つめているわけでありますが、さあちょっと井上京子、確かにちょっとスタミナ切れてきたかなという感じの動きになりました。さあ向きを変えた、届いた、いやーようやく大阪体育館に京子コールが戻ってきた。さあもう一回バックブリーカー、もう一回、あっと今度は逆だ逆だ逆だ、足2本で一気にこちらに持ってきた、カウントが入る、カウント2つ、なかなか器用じゃないですかあーこれはちょっとイメージを変えなきゃいけないかもしれませんね。いろんなことができますテリーパワー、さあスピードこそありませんがいろんな技を持っています。さあしかし今度はお返し、まさしくプロレスのトップになるためにそのプロレス界に入ってきた、他の邪念は全くありませんこのテリーパワー、そのためにはこの日本のマットでの修行が必要だと考えた。さあおーこの技もマスターしている、危ない、意外ですね、意外ですね、あれは割と軽量級の人がよく使う技でね、
ね、まあ、あの裏側にあったあのフランケンシュタイナーの方ですよね。あ、なるほど、形としてはね。ああ、そうかそうか、強子もたまにありますからね。はいはいはい、あれは何ていう技でしたか。あれフランケンシュタイナーですね。今パワーボーに切り返しましたね。はい、今度は大丈夫、今度はバランスを取って、あっ、そのまま落とした。カウントが入って、カウントにつなぎながらドライバー決まり。最後は、最後は井上京子。いやー、しかし最後は井上京子締めましたが、ちょっと阿部さん、テリーパワーに対する印象を変えていかなきゃいけないということははっきりしましたね、これでね。そうですね、手強い相手になりそうですね。これでスピードがついてきて、日本のプロレスに慣れてきたら、ちょっと怖い存在になるかもしれません。しかし最後はさすがに井上京子、鮮やかなバックブリーカーからのナイアガラドライバーでありました。オールパスティック選手権初防衛に成功いたしました井上京子選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。この白いベルト、はい、試合前にね、まだ馴染みがないようなことを言ってましたけれども、また戻ってきましたね。はい、はい、なんかやっぱり難しい相手だったなっていうか、自分の勉強不足だなっていうか、もう試合が全然思い通り運べなかったんで、もうすごい勝ったんだけど、すごいしょっぱかったなみたいな。でもテリとまた今度、組むんで ね、その点なんかいろいろプロレスのこととか話して、はい、やっぱり向こうの選手非常に戦いにくい選手だったんですかね。っていうか自分が全然なんだろうな、相手に気遣いすぎちゃうっていうか、もう自分のプロレスやればいいんだけど、もっと組みにくかったって感じですね。うん、ガンガン行かなきゃいけないのに、もう必要部分があるから、もうそこがもう私の自分の課題だなみたいな、これからの課題、自分の、はい、はい、黄色とピンクに非常によく似合ってる白いベルトですよ。本当ですか。これからもどんどん防衛していってください。はい、どうもありがとうございました。